みなさんこんにちは彫刻家の佐野愛です。今回愛さのオンラインギャラリーで販売させていただく作品はパイソンゼロ四四という作品となります。今朝ねあの外国の方からインスタでメンションを受けてでそのメンション先の動画を見たらあの木の彫刻なんですけど NC 加工されてこうスルスルとね出来上がっていくヘビのまあパイソンだよねあれ多分パイソン彫刻 こう出来上がってくれるってててうのを見て結構その精度とかも高いんですよそういうのとか見てねあとうとうこういうレベルまで来たかって思って、まあ、だけどねやっぱりもともとのデータを作るのも人だし、まあ、でもねやっぱり自分の作品とかもスキャンされてああいうことになるのかなとか何かいろいろちょっと不安にはなっちゃったんですけどでもやっぱそもそものこう Python シリーズのコンセプト 大きなコンセプトっていうのが、やっぱこう大理石の模様とかあの造形によってだから例えば鱗を一枚一枚掘ってやっぱり緩急をつけて磨いてでその先で色や質感や手触りが本当に蛇にそっくりになっていくっていうことをこう連作として続けてるってところにやっぱすごく重きを置いてるのでもう石との何て言うんですかね訓練だったり 遊びというか、まあ、そういうところを自分のパイソン彫刻に、あのー、設けているので、まあ、そういう意味で言ったら、まあ、自分ってやっぱりそ,そこをオリジナルにやってるからなんかどんどんこうより深くそこを探求していけたらあのいいシリーズになっていくんじゃないかなというふうに思ってます、まあ、こう見えて石、ね、との偶発性の連続で出来上がってるんで、まあ、絶対にこう量産にはなり得ないもう必ず一つ一つが一点もの。 なんですよねはいじゃあ近くで見てみましょう、はい、今回のこの「Python044」なんですけどすごくねま小さい作品なんですけれども小ぶりながらに結構いろんな方向の軸がこう生まれてるあのとても立体的な作品になってます。 結構自分でもその量の制約の中でどういうふうにこう模様を生かしながら形を生かしながらっていうのはすごく考えるんですけど、まあ、今回はなんか今までの Python シリーズにないような大きさにに負けなな、なない充実感があるようなそんな作品になりました。はいまあ、結構ねこういうふうな格好を Python はするので日頃飼ってる Python をよく見て観察してます。 作品のお迎え方法なんですけれども、www.aisano.studio と検索していただくと、a i s のオンラインギャラリーというページが出てきます。そちらの石調作品というページに飛んでいただくと、石調作品の情報だったり、エントリーフォームが出てきます。エントリー期間内であれば、どなたでもエントリーすることができますので、そちらのフォームからエントリーしてみてください。 いつもサノアイの活動を応援してくださり、どうもありがとうございます。もしこの動画の作品がいいなって少しでも思ってくださったら、高評価ボタンを押してくださると大変励みになります。コメントなどもお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。